はい、今回は、フォロワーの方の作品の紹介をしていきたいと思います。で、今回紹介するのはこちらの14840さんのレトロ隕石シューティングになります。昔のゲームで、これは絶対にクリアできないだろうみたいな、激ムズのシューティングゲームがあったと思いますけど、このゲームはですね、そういうゲームを彷彿させるような本当にやばいゲームになってますんで、皆さんもですね、ぜひプレイしてみて、こちら世界記録もありますので、その記録に挑戦してもらえればなというふうに思います。では、実際にプレイしてみます。はい、旗を押すと、はい、このように隕石が降ってきて、ステージを進んでいきます。で、スペースキーで、このように上を打っていって、はい、今アイテムを取りました。アイテムを取って、はい、このように、はい、で、ステージや、に触れたりですね、この隕石に3回触れるとゲームオーバーということになってしまいます。で、これ非常に難しいゲームなんですけど、もう一度やってみると、はい、今ちょっとコマンドを打ったんですが、隠しコマンドを打つとこのようなバリアをですね、出すことができて、バリアを出すとこの隕石が当たらないというような、こういうコマンドも用意されているという形で、非常にですね、作り込まれたゲームというふうになっています。はい、ここからですね、コードの中身の紹介と、まあ、少しアドバイスみたいなこともしていきたいと思いますが、まあ、これからもですね、いろいろなゲームの紹介や、テクニックの、解説などしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では中身を見ていきましょう。はい、こちら中身になりますが、中身はまずこのスプライト1、ここが、背景というかコースですね。はい、このコースになっています。で、コースのコスチュームというのが、まあ、このように1から13まで、はい、様々なですね、形のこの背景コースですね、が用意されていて、それをずっとスクロールで出すようなコードがここに書かれています。で、スクロールは、まあ、2つのクローンを作って、それを順番に出していくというシンプルなスクロールのコードというふうになっています。で、ここでコスチュームを1から13までの乱数に出していくことで、まあ、ランダムでですね、いろんなコースが描かれていくという形になっています。で、次のこのロケットシップというのが、これがコスチュームが、ベースがこのロケットですね、このロケットになっていて、これが爆発した時のものになっているという形になります。で、これは右矢印キーと左矢印キーで、まあ、操作ができると。で、このスプライト1に触れたなら、つまりこの壁ですね、壁面に触れたなら爆発するということになっているという形です。で、さらに、この部分にスプライト2、このスプライト2というのが、はい、こちらですね、この隕石になっているんですが、で、この隕石に触れると、まあ、残機が0ならば爆発するけど、そうでないならばこの残機っていうのがマイナス1ずつ、変わっていくと。つまりこの残機が今3つ最初に用意されているんですが、これが1つずつ減っていくという形になるということになっています。で、このあたりが細かい演出で非常にいいなと思うんですが、この隕石に当たるとちょっとピカピカって光るような効果というのがここに書かれているという形になります。で、先ほどのスプライト1の時もそうだったんですが、ここのクローンされた時に、ここのピクセルの効果というのを入れることですね。これは全てのこちらのロケットにもこのピクセルの効果というものが、はい、入っているんですが、このピクセルの効果を入れることによって少し、レトロなゲームに、演出しているというところも、非常に、作り込まれているかなというふうに思います。はい、そして、こちらですね、この隕石のコードについては、この隕石はこの灰色と赤の2つの種類の隕石が用意されていて、この隕石が落ちてきて、このプレイヤーに当たるとプレイヤーの残機が減りますし、この隕石自体もですね、この壁に触れると爆発するというような演出になっているというところがこの辺りに書かれているという形になります。はい、で、こちらスプライト3というのが、これがビームですね。このビームをスペースキーが押されるとビームが出ていくということがこの辺りに書かれているということになります。はい、で、最後こちらですね、スプライト5を見ていただきたいんですが、このスプライト5が、コスチューム3つ用意されていて、はい、この3つのコスチュームがそれぞれ、この無敵とタンクとブーメランという形になっているんですが、
で、この無敵というのは隕石に当たっても被弾しないものになっていて、このタンクというのは、これをゲットすると一つですね、ライフは1個増えるというものになっていると。で、このブーメランというのはこの赤いブーメラン型のものがどん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 、飛んでいって、この隕石を壊していくっていうような、効果があると、このようなアイテムがいろいろ用意されているのも非常に面白いかなというふうに思っています。皆さんもですね、ぜひ、実際にプレイしてみて、いろんなアイテムを取りながらこの進んだ距離というのが、このゲームの、記録になりますので、この今の記録が 6.72 になってますので、この 6.72 という、世界記録を目指してですね、ぜひやってみてもらえればなというふうに思います。で、最後にこちらのスプライト7で、こちらがこれ非常に面白いものになっているんですが、先ほど、隠しコマンドがあるというふうになってたんですが、あれ実は上上下下左右左右という、コマンドを押すと、バリアは張られるという形になっているんですが、これがスプライト7になっていて、これですね、この部分がそのバリアを、出すコードになっています。で、これ実は左下のこの拡張機能のボタンでメイキーという拡張機能をですね、追加できるんですが、このメイキー自体は実際は、例えばで、このメイキーというのは、本来は、果物のようなものを、コントローラーにできるというような、そういうツールになっていくんですが、そこに、この上上下下左右左右を順番に押された時っていうコードがあって、これはですね、このメイキーを使わなくても、使えるコードになっていて、これを使って、隠しコマンドを作っているというところが、非常に面白いなというふうに思います。ではここから、少し、アドバイスのようなものをしていきたいと思いますが、これ実際もう一度ですねプレイしてみると、はい、この裏側のですね、この背景に注目しておいていただきたいんですが、この表側が、壁になっていて、裏側が、宇宙空間になっていると。で、この宇宙空間というのがここでですね、ビシッとこう分かれてしまっているという形になっています。で、これは、何が原因かというと、このスプライト6の部分、ここが宇宙空間の、スクロールになっているんですが、このコスチュームが、この、コスチュームですね、この宇宙空間のコスチュームが連続して、背景として描かれていくので、実はこの下の部分が少し薄くて上の部分が濃いので、下から上にスクロールしていくと濃くなっていって、また薄くなって、濃くなって薄くなってってなるので、先ほどのような、壁ができてしまうということになります。で、それを解消するためにですね、このコスチューム1っていうのをもう一つ作って、右クリックで複製して、で、コスチュームを2つ作ってあげます。で、この2つ目のコスチュームというのをこれクリックをして、これが上下反転になるんですが、上下反転してあげます。で、この上下反転した状態でこれとこれを連続して出していくことによって、この境目っていうのが、なくなっていくということになります。で、これをコードをちょっと書き換えていくんですが、この自分自身のクローンを作るって時に、このこちら側でコスチューム1にするってなってるんですが、もう一つの方をこれをコスチューム2にしてあげると。で、これ1と2が逆でも構わないんですけど、1と2という形にして、で、ここのクローンされた時のコスチュームを1にする、これをもう削除してしまいます。はい、削除して、はい、こうするだけですね。こうするだけで、はい、旗を押してみると、はい、このようにですね、はい、境目がマイルドになったというふうに思います。で、ここら辺もまた境目がマイルドになっているという形ですね。というのが、一つ目のアドバイスになります。で、もう一つ目は、これこのままでも十分難しいゲームになっているんですが、さらに、シューティングゲームとして難しくしていくときに、今この隕石が落ちてくるスピードっていうのが一定になっているんですけど、これを隕石によって少し
落ちてくる速度を変えることによってさらに難しくなるかなと思います。でこのスプライト2というのがこの隕石になってて、はい、ですね、ここのクローンされた時に Y 座標をずっとマイナス6ずつ変える、ここですね、マイナス6ずつ変えるというところで、このスピードが決まっているということになります。これちなみにこの壁の、スクロール速度がここがマイナス5になっていて、でこの隕石の速度っていうのがマイナス6になっているので、これ相対的に壁よりも、1ですね、速いスピードで落ちてくるという形になっているということになります。でこれを少し、この一つ一つの隕石、つまりクローンによって落ちてくるスピードを変えるっていうのにコードを変更していきたいというふうに思います。はい、で、これは非常に結構簡単で、この変数でですね、一つ落下速度、まあ名前は何でもいいんですけど、という変数を作って、ここが大切なんですが、このスプライトのみという方にこれチェックを入れます。で OK をする。でクローンをされた時に、はい、この先ほど作った落下速度というのを、マイナス6からこれ乱数にするんですが、マイナス6から、まあ、例えば分かりやすくマイナス8までの乱数にするというふうにします。そしてここの Y 座標を何々ずつ変えるという部分に先ほどの落下速度を入れてやります。そうするとクローンによってマイナス6のものもあれば、マイナス7のものもあれば、マイナス8のものもあるっていう形で、クローンごとに落下速度を変えることができるという形になります。はい、では実際にやってみてみましょう。旗を押すと、はい、このように、はい、クローンによって落下してくるスピードが違うことが分かります。まあ、これによってさらにゲームとしては難しくなるということができるかなというふうに思います。はい、でちょっとマイナス8だと早すぎるということがあるので、まあ、おすすめとしてはマイナス6から、まあ、小数点で、乱数を作れますので、マイナス 6.9 ぐらいにすると、うん、なんとなくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。はい、これでですね、今回の、ゲームの紹介と、コードの解説、アドバイスは以上になります。これからもですね、いろいろな、フォロワーの方の、作品紹介などをしていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。